アヤド地形、アヤド地形は、日本のジャズシンガー。本名同じ。2007年9月10日以前は、アヤドとという芸名で活動していた。大阪府大阪市安倍野区出身。大阪市安倍野区出身。母親は、福岡県出身で、食料庁や GHQ に勤務。アヤド本人の本籍地も福岡県。プロテスタントのクリスチャンである。ジップは、 旅回りの芸人だったが、綾戸が2歳の時に50代で亡くなり、養父を父と思って育った。その養父も、あやが中学生の頃に老衰で他界している。両親が、ジャズファンという影響から小学生の頃からジャズへの造形を深め、大阪市立時は小学校、文の里中学校、明木吉学院高等学校を卒業した後飛べへ、渡米。 ロスアンゼルスのライブハウスやプロテスタント教会でゴスペルを歌ったりピアノ演奏や歌唱などを展開した。対米先でアフリカ系アメリカ人の男性と結婚。一難を設けるも後に DV が原因で離婚。本人も人種や文化の違い、相性の悪さなどから日本人女性と外国人男性との結婚の困難さや不自由さを語っている。 1991年に帰国後は神戸市に活動の拠点を置き、ジャズボーカリストとして本格的に活動を開始、横浜ジャズプロムナード、モントレージャズインのと長野ジャズコレクションなど国内各地でのジャズコンサートに多数出演した。弾き語りのスタイルで知られ、ライブでは軽妙なトークも披露する。 1998年に実質的にメジャーデビュー。2000年度の第51回芸術戦勝文部科学大臣新人賞受賞。2003年には紅白歌合戦出場を果たし、テネシー・ワルツを歌唱した。2004年には NHK 連続テレビ小説若葉に、あやどの本職と同じジャズシンガー、ひとみ静香、木村福子の役でドラマ出演したほか、 豊富なボキャブラリーからテレビのコメンテーターとしての出演も多数。映画の知識も豊富で2002年4月から2004年9月まで富士テレビ土曜ライブワッツ日本内映画は映画なのコーナーにも出演していた。健康管理がストイックなことでも知られ、好きな酒を節制してまで鶏肉中心の食生活とハードな筋肉トレーニングに励んでおり、 体脂肪率は9%。嫌いな食べ物はブリガイコン。2007年9月10日より芸名であったと萌えから本名の知恵となり活動。現在、脳の疾患に倒れた母親の介護を続けている。2008年の10周年記念コンサートツアーを最後に、コンサート活動を一時休止して、実母の介護に専念していたが、本人の想像を上回る。 介護の過酷な現状にぶち当たり、母と心中する衝動に駆られるほど、我を失っていたことに気づいたため、本来の自分を取り戻した上で母に接するべく2009年には、コンサート活動を再開させた。下記には坊主にする。ぐるぐる、ナインティナインの、ゴチになりますに出演した時に、カツラをかぶって出演していた際、外れてしまった時に公言した。2010年3月19日。 二年前に足を骨折した母親の介護の疲れから精神は安定剤を多量に服用し入院する。しかし、同年の3月27日には大阪福岸和田市の波切れホールで復帰コンサートを行い、テネシーワルツほか全17曲を歌った。さらに TBS 日曜ドラマ、新参者第5話に出演し話題を集めた。 同年6月12日には子供の頃からの憧れの原忍とシャープスフラッツと東京国際フォーラムホール A で再共演をする一度限りのマイウェイコンサートを行ったスタジオアルバムベストアルバムライブアルバムありがとうございます。